さらっとわかるとかっこいい。よく考えて。引っ掛けクイズ。イエーイ。三二一でためになるなるなるです。私の三二一実は三が全然できていないことに皆さん気づいていましたか？引っかかってた。この間できてないんだろうなと思って、若干編集の時にこう遅めにこう再生してみたら、うん、もう全然もうなんかこんな感じだった。はい、ということで今回は引っ掛けクイズですね。よく考えないと間違いやすいみたいな問題らしいです。はい、で早押し問題でこれピポーンって押して答えていきます。反応悪くない？周りに見る無音だと。おー。ただし間違えると厳しい定規疾病の罰が課せられます。これですね。はい。これはこういうことですね。ポーン。そうですね。怖い怖い怖い。怖いね。結構怖いね。それでは参ります。スタート。3人の予報官に明日の天気は晴れか雨か予想を聞くことにした。3人の予報官は以下のように述べた。 A 私の予想は 70% も当たります。すごい。 B 私の予想は 50% 当たります。 C 私の予想は 20% しか当たりません。予報官の資格がないな C の人は。本当だな。さて誰の予想を聞けば一番高い確率で明日の天気がわかるでしょうか。待ってよ。もう C はなぜなら C は C の予想は 20% しか当たらなかったら C が言った反対のことをやれば 80% 当たりますね。やったー。分かった。これは分かった。私も分かったよ。はい、どうぞ。痛い。結構痛い。パチンって音がしないからみんなに伝わらないけど、なんかズンズンってくる。20% しか当たらないイコールその逆をいけば 80% の確率で当たりがあるということですよね。そういうことですね。はい、じゃあ逆のこと言えばいいのにね。 C はね。あ、そうだよね。自分が当たらないって思ったのね。第2問。あなたは雪山で遭難しかろうじて見つけた山小屋に避難できました。暖を取らないと凍えてしまいます。小屋の中にはストーブ、オイルランプ、過去ランタン、暖炉があります。しかしマッチは1本だけ。あなたは最初に何に火をつけますか。暖炉。理由はあの暖炉に火つけたらその木で他のところをこうつける。違うやんけ。おーとか言って。あ、はい、これ、あ、ちなみにもう間違えたらどんどんやっていきますんで。あ、いくよ。いっと。せーい。お手つきがない限りこれなんだ。じゃあやめても。やだやだやだ。オイルランプで私がさっき言った同じことやる。はい、暖炉。なぜならマッチを使うの暖炉だけだから。え、嘘やん。おお、ちょっと緩かった今の。オイルランプ。理由はオイルランプつけたらあの明るくなるし。どういうこと、どういうこと。暗いんかなって思っていて。はい、暖を取らないといけないから暖炉。暖、暖。オイルランプ。何ですか。ストーブと暖炉は全部コンセントが必要。コンセントじゃないだろ暖炉は。暖炉って薪のやつでしょ。はい。あ、そうそうそう。あ、そうそう。ちょっとよく考え、よく考えよ。これあのあれだから、うん、引っ掛けだから。あ、そうだ。なんか真面目すぎてもダメなんだよ多分。そうなんだ、うん。なんかヒント的にはあなたは最初に何に火をつけますかっていうのが大事らしい。え、でもさっき私言ったやつじゃない。まあ確かにね。でも結構真面目じゃない。木。違うんかい。あ、そういうことね。そう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 。今私もそうかなと。はい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 。ああ。いい感じ。分かりました。これ絶対正解だ。マッチに火をつけます。あ、なんだよ。変だよ。オイルかと思った。今それで今その木ってやつでマッチ根本だと思った。うわ、くそ。これはもう、あー、なるほどね。もう一時からヒントをやってます。確かに。第3問。イギリスの王様と何人かの王子がいました。王子は3人の王子にそれぞれプレゼントを渡しました。あ、王様は3人の王子にそれぞれプレゼントを渡しました。1人目の王子にはダイヤの指輪を、2人目の王子にはケーキをプレゼントしました。他の王子たちにもいろんなプレゼントをしました。では王子は何人でしょう。5人。3人。違うんかい。3人の王子にこれと、はい、これといった。もう
卵に見えてきた王子が。卵は何？あー、わかった。え、やった、イギリス人。何人でしょうだ。はあ、やった、素晴らしい。そういうことか。これ多分読み方が違って人数の回答ではなく何人かということでイギリス人でした。日本語ってこういう問題ができるから素晴らしい。ずるい、ずるいです、これ。ずるい、問題ずるい。あ、それでは第4問いきましょう。いちかさんとなるみさんはとても仲のいい友達、まあ、私たちとは限りませんね、はい、いちかさんはテーブルの上に焼いた魚を3尾取っておきました。その後なるみさんは飼っている猫が1尾くわえているのを見かけ、いちかさんにそのことを伝えました、うん、いちかさんが確かめてみると魚の数は確かに当初と変わっていました、うん、さて魚は何尾になっていたでしょう。え、うん、2匹通常の、普通すぎない、普通すぎ、それは逆に普通すぎる、引っ掛けに、うん、あ1匹食べた、私が。3尾加えているだけだから。私もそれなんかちょっと思ったけど、あ、4尾猫が1匹加えてて&3匹。加えていったからか。あ、加えてってそういうことか。ごめん、ちょっと私の思ってた加えと違った。私も、でもそう、 D 持ってきたってことか。猫が、そういうことなんだね。あの、加藤の加ですね、加え、加えてなんだね。そういうことね、プラスか。第5問目どうぞ。サービス問題。お、お母さんカエルはケロケロケロ鳴きます。お母さんカエルはケロケロ鳴きます。ではその子供はなんて鳴くでしょうか。まあ、これ知ってるのに、待って、まだ知ってる。鳴かない、オタマジャクシだ。イエーイ、それだそれだそれだ。これ大体ケロって言っちゃうやつだよね。あ、そうそうそう、え、ケロケロでしょって言っちゃうやつ。正解は鳴かない。なんでかっていうと、カエルの子供はオタマジャクシだから、カエルの形してなくて水の中にいるからだね。そう、鳴かないもんね、うん、それでは第6問目どうぞ。たくさんの荷物を抱えたお年寄りが電車に乗り込んできました。しかし誰一人として席を譲ろうとはしません。なぜでしょう。みんな最低なやつ。ねえ、なんだろう。ああ、もう普通に普通に正義を悪い人たちみたいな。はい。電車が混んでなくても座った。おお、もう座った。もう座った。お年寄りが。うわあ、マジか。だから譲る必要はなかったってことだね。やだい、めっちゃ痛い。このやろう。これは、他にも席が空いていたから譲らなかったってことですね。別に満員で全部埋まってるわけとは書いてないっていう。今の正解数はなるが4、私が2、42です。うぇー、うちょっと珍しいんじゃないですか。皆さんねじれてんじゃない、頭がほらねじれてダメ、ねじれてんだよ。逆に素直に考えてるから頭じゃないですか。だって問題じゃないもん、その引っ掛け問題だよ。だってうん、うわ、悪女だ。そういうこと考えてるんだ。考えてないです。あ、もう全然そんなこと考えてない。よどんでる、よどんでる、心がもうすさんでる。素直なの。悔しい。じゃあ次、それでは次行きましょう。第7問ででん。アンパンと食パンが道を歩いていると、後ろから車が走ってきてクラクションを鳴らしたのに引かれてしまいました。さて引かれたのはどちらのパンでしょうね。どういうことやねん。アンパン、なぜなら、うん、耳がないから。見てわかる、見てわかる、見てわかる。パンの耳、食パンの耳。食パンには耳があるから。クラクション鳴らしてる。なんだそれ、意味がわからん。聞こえなかったってことね。そうそうそう。アンパンと食パンは歩かないし、後ろから車が走ってきて、クラクションをアンパンと食パンに鳴らす人もおかしいし、聞かれたって感じで書け。どちらのパンでしょうって何？そういうことか。え、じゃあなんでカレーパン出せなかったんですか。第8問。10階建ての10階に住んでいる A 君、
朝小学校に行くときはエレベーターで1階まで降ります。しかし帰りは3階までエレベーターで上がって残りは階段で家に向かいます。ですが雨の日には10階までエレベーターで行きます。マジでなんか3階に渡り廊下がある。なんで？なるほどね。おいおいおい、朝は眠いけど、違うでしょ、帰りは元気。3階に小学校がある。違う、だって1階まで行くんだよ。あ、そうか。でも3階に住んでるわけじゃないでしょ。 A 君は身長が届かないから。何？身長が届かないから10階を押せない。なんか1階は押せるけど、行くときは帰りは手が届くのが3階までだから3階出て10階。ですが雨の日にはあの傘があるからこうやってできるの。やったえ、結構真面目じゃんこれ。全然真面目じゃない。見て、曲がってるように見える。ね、曲がってるように見えますか？実際曲がってるよねこれ。あ、ピッと、普段は10階のボタンに手が届かないから、降りるときは1階のボタンが下にあるから普通に押せると、で雨の日には傘を持っているので10階のボタンをこうピッて押せるらしいです。第9番、2匹のツバメが喧嘩をした後、そこには何かが残されていました。何が残っていたのでしょう？傘。なんで？ツバメが喧嘩したら残されてるのはヤクルトの傘だった。もうやりたいね。もうめっちゃ考えたわ、今。卵。普通に考えちゃったよ。喧嘩した理由を考えた。あう。友情？アホだよ。アホだよ。でも喧嘩すればね。ツバ。花。喧嘩。喧嘩の言い方変えるのもヒントだし。喧嘩の言い換え。英語で言うってことね。バトル。もう。うわ、できた！ありがとう。すげえ。場を取る。そういうことか。バトル。あ、だい。あ、なるほど。喧嘩を言い換えると英語でバトルなので、バを取るので、ツバメからバの文字を取ると爪が残ると。あ、次がラストじゃないですかこれ。私が3、なるが 6? ということで、はい、次の問題、最終問題、サービス問題として100ポイントが贈呈されます。はい、あるある。なんか聞くからにはなんかね、サービス問題らしいので、なんか結構簡単らしいので、もう文章を読まずにもう分かった方が押すっていうスピード勝負でやりたいと思います。第10問どうぞ。1種類だって、表裏黒白。やったー。分からん。ほら、だってオセロってさ、駒ひっくり返すじゃん。なんか、あの、一種類しかない。あれ、コマっていうの？コマなかった。やった。逆あ、違う、マジでそういうことね、はい、やった。ということで、なんか全然すっきりしなかった。106対3でナルの勝利です。ありがとうございます。わー、最高。くそー、なんていうの、この気持ち。この気持ち、やだ。この気持ちを丸めてポーン投げたその気持ちが今視聴者さんの誰かに言ったかもしれません。その人もポーンしてくださいもうポーンしてポーンもうやばいする。いや、でも分かったらまあすっきりするというか、うん、あ、そういうことかっていうね。ね、なんかお友達同士とも出してほしいよ ね、 なんかね。そうだね、うん、なんか面白かった、いろんな答えが、うん、なんか出てきてチンカイと思ったんですねはい、ということで皆さんも何か人に話したくなる、人に出したくなるクイズがもしあったらね、覚えて帰ったら面白いと思います。ぜひやってみてください。それではまた明日の動画でお会いしましょう。ごきげんよう。今日もいちなる TV を見てくれてありがとう。チャンネル登録や高評価、コメントもよろしくね。 Twitter や Instagram もやってるので、ぜひフォローしてね。それじゃあ次回まで、ごきげんよう。